です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは。堀江貴文です。あ、ちょっとエロかった。皆さんこんにちは、寺田由紀です。今日も堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。ということで、今日は3度目のここサムライキベートさんからお届けしたいと思います。それでは今日の質問です。 LINE を使ってコーチングを行うサービスの展開を考えています。各種受験勉強や資格試験勉強などに関して進路相談、どのように学習を進めていくか、内容の管理や進歩管理などを行っていければと考えています。まもなくサービスは開始する予定です。昨今大学の授業ですら無料になってきている時代ですので、受験サプリをはじめとして塾予備校のオンライン授業も無料ないし、限りなく無料に近づくのではないかと考えており、その際実際の授業ではなくそれを活用するためのコーチングの概念が必要になってくると思います。ジムのインストラクターやダイエットのライズアップなどもまさにこの観点かと思います。このサービスの将来性はいかがでしょうか。また現在では月額課金での料金徴収を考えておりますが、この価格設定はどうするべきか、思い切って無料でスタートもありでしょうか、お知恵をお借りしたいと思いますという質問です。はい、はい、今日も質問に答えていきたいと思いますか。はい、ということでゲストはですね、ギガスリートの大垣慎吾さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、これでも世界でこういうサービスやられてるところってあるんですか。調べたところだとあんまりないですね。あ、ないんだ、はい、全然ないわけではない。ですね、あの上部組織としてプロの組織がこんな感じでアマチュアオーガナイズしようっていうのはサッカーではあるんですけど、単純にもそれ独立してアマチュアだけっていうスタンスのところはちょっと私は探しきれなかったですね。じゃあこれから世界展開も視野に。そうですね、すごい。できればそのスポーツ界のアマゾン .com みたいな感じで、はい、あのこう好きな時にいつでも対戦相手を見つけられて、場所も見つけられて、でもそれこそ仕事が終わった後に今日3時間空いてるからちょっとどんなスポーツしようかなって探したら、あ、すぐ近くにラグビーやってるからちょっと行くかなみたいな、そういう、こう楽しそう。そこまで。そうですね、スポーツをこう非日常じゃなく日常にまで組み込むっていう。ホリエモンチャンネル。じゃあ質問に、はいはい、答えていきたいと思います。私はこう答えました。ありなんじゃないですかね。価格設定はエアで決めてみて、反応見ながら変えていくでいいと思います。資金に余裕があるのであれば無料でお試しというのもありでしょうと。いや、 LINE いいんじゃないですか。コーチングすごい、 LINE が、はい、そういうことまでするようになったんだなと。いや、 LINE を使ってってことですよ。使ってって、はい、まあ、要はコツですよね。もう勉強する、基本勉強って自習で僕いいと思うんですよ。なんでも私もそのスポーツで同じような状況とかを想像したことはあるんですけど、これやっぱり二極化しちゃうと思うんですよね。大元のコンテンツを管理する、コンテンツを作る人はもう莫大にトラフィック取れるんで、まあマネタイズしやすいんですけど、逆にそれをこう使ってメンタリングする人っていうのは、その自分でコンテンツを作らないんで、要は今の教師の人たちのグッと求められる能力が下がるんですよね。その分逆に単価は安くなって労働対価は低くなる恐れはあるんで、マーケット自体は広がると思うんですけど、その内訳はこうグッと格差は広がるんじゃないかな。教える人に教えるところがまずビジネスになりそうですよね。あ、はい、あ、なるほどな。そのコーチに対するこうトレーニングですね。じゃあね、はい、そんな感じでやってみてください。はい、ということで最後に今日がラストデーなので、あ、はい、はい、もう一度告知をお願いします。はい、ね、変わったコンピューターで、これなんかシールかなんか貼ってあるんですか。シールですか。で、まあ、ちょっと飽きたらまた話して。あ、そう飽きたよね。はい、はい、告知を。野球リーグ、 G リーグ、初心者の野球初心者の方も、これから野球を始めたいという方も、あるいはもう本気で、野球を毎日やりたいという方も、ぜひ、リーグ今チーム募集中ですので、参加してみてください。よろしくお願いします。はい、はい、そして寺田もですね、舞台出演します。6月11日から15日まで新宿のシアターサンモールという劇場でやります。生歌も聴けるかも、寺田のアクション見れるかもということで、ぜひ皆様劇場でお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。
メールマガジンの登録はこちら。ダメだ。YouTube チャンネルもよろしくね。